はい、ひとつき万冊清水ですということなんですけども、今日はですね、川瀬直美さんのね、見つめる東京五輪という BS で放送されたですね、これ、ドキュメンタリーなんですけども、ここにウルトラウルトラウルトラデマが入っていてですね、これ一体どうするんだろうと。で、九段の川瀬直美さんはですね、なんて言ったかっていうと、全部 NHK のせいです、知りません、私被害者ですっていうふうにこう言って、でさらに、じゃあ NHK がどうかっていうと、あれはただのミスだったんです、ごめんなさいって会長が謝罪したっていう、んなわけあるか、うん、というですね、これどういう問題なのかというと、ちょっと一応経緯を振り返っておくと、12月26日にですね、放送されたBS1 スペシャル、川瀬直美が見つめた東京五輪の中でですね、何があったか。ね。まず、ちょっとややこしいんですけど、川瀬直美さんの映画を、撮ってるシーンが流されるんですよね。で、それは NHK がドキュメンタリーとして取材していたんですよ。で、その中で、東京五輪の反対デモに行ったら、お金がもらえる。らしいよ。みたいな、なんかようわからん公園の座ってるおっさんが、テロップ付きで流れたんですよ。で、そしたら、そのテロップに関しては、NHK が勝手につけただけであって、川瀬直美さん、何にも関係ありません。ってことで言ってるんですよね。じゃあ、ちょっと待てと。じゃあ、NHK がその放送してた川瀬直美さんの映画の取材してたシーンも全部捏造なんですか？あれ、CG なんですか？川瀬直美さんの言い分によると、全部、もう私も事前チェックも何もしてないから、なんか知らんけど、なんか NHK が全部作ったんです、とかって。ってことは、川瀬直美さんのドキュメンタリーも全部フェイクなんですか？意味わかんねえよ。で、これに対して NHK が、大阪局の局長が謝罪。会長も謝罪。なんですけど、ごめん、ただのミスだった。なわけあったって。それね、うちが、本間さんと、ね、習近平、ついに北京オリンピックをね、中止へ、自国内オミクロン対策のために、ついに核ミサイル発射とかっていうふうに、テロップ付きで、ね、これは事実、真実ですっていうふうに言ってさ、で、こう、あ、ちょっと今、マンション工事してるから、ガーって入るんですけど、気にしないでください。そういうふうに言ってですよ、いつものノリだと、かとか、ね、安倍晋三逮捕、えとかじゃなくて、もう確定断定で言ってさ、で、それが、デマだと。ね。上がった時に、本間さんと私、すいませんでした。あれで、ミスです。なわけねえだろ。おかしいだろっていう。それを NHK がやったんですよ。はい。問題はさ、だからさ、で、この今、会長とか、局長とかが出てきて、うん、一応、陳謝はするんだが、うん、その陳謝がひどい。はい。だから、あ、ちょっと、あ、ミスだよ。まあ、うん。やってはいけないミスでした。っていう。それで、相変わらず、とにかく、かたくなに、だってほら、デモを金もらえるからデモ参加したんだよ。そういうやつらなんだよっていう、印象操作。うん。反五輪の会の人とかも、そういう印象操作をって、レッテルを貼り付けたわけ、うんうん、だ一番の被害者は彼らなわけ、うん、はずなんだ。でもその人たちにはとにかく未だに一切の陳謝がないの、うんうん、それがなんていうのやっぱ異常。そうだよ。だからこれ我々も金もらってやってたんかいって思われてるってことですよ、うん、そうね。東京オリンピック反対について広く言えばね、うん、こう言ってたわけですか、ギネスに挑戦ぐらいの勢いで。うん。ってことは、我々も金もらってたのって思われてるよ。いや、金くれりゃもらうよ、そりゃ。なくれりゃもらうけど、もらえてないもん。うん。もらえてない。いや、ほんとね、これはほんとにやばい話でさ。うん。で、そのね、もう一回整理するけど、うん、その、まあ、今日の朝日に。まあまあ大きくなっているんだよね。うん、その、取材、そもそも、このデブ、デブ。オリンピックのデモに参加したらお金がもらえるんだよって言ったデブを取材してたのは、川瀬直美と一緒に
五輪映画を作っているディレクターが、うん、関西直美の教え子なんだよね、うん、で、そう、だからまず一つ、うん、一番最初に浮かんでくるのは、うん、ね、この怪しげな人物、うん、五輪デモに参加したら金もらえるんだよって言った、この怪しげな人物を探し出してきたのは一体誰なの、うん、アテンドしたのは一体誰なの、うん、ね、NHK の大阪がアテンドしたのか、うん、NHK の大阪が川瀬と、映像を作っているディレクターに、いや、こんなデブがいるんですよ、面白いんですよ、デブこいつ、あれ、出演料ちょっとね、腹握らされ、いくらでも喋りますよ、ね、それを連れてきたのが NHK の大阪なのか、うん、それともこの、この人なんて、角田さんって言ったっけな、角田さんね、ね、角田っていう、この川瀬直美と一緒にやっている角田さんが、このデブどっからか連れてきたの。まずそこがはっきりしてる。うん、で、そこはなんで重要かっていうと、そのデブを角田さんが映してる、うん。で、5人の、ロロロロって喋ってるのをこうやって映してる。で、NHK はそれをまたその後ろで映してる。うん、で、その、要するにこの角田さんとか川瀬さんが、五輪映画を撮るのにあっちこっちっていろんな人たちのインタビューとかしてる。そういうのを全部後ろで真後ろに撮ってる。うん、その一シーンとして流れてる。うん、で、その中で、取材に男性が語ったとされる内容は、これまで複数のデモに参加して現金を受け取ったことがある。うん、五輪反対のデモに参加してお金を受け取ろうという意向がある。うん、つまり参加はしてない、うん、だけど番組のテロップには五輪反対デモに参加しているという男性で出て、うん、その後に実はお金をもらって動員されていると打ち明けたって書いてあるね、うんうんうん、だからもう確かにこのデブは俺五輪のさ同じのデモに参加して金もらったんだよとは言ってはいない、うんうんうん、言ってはいないんだけど、それを補強するがごとくテロップに金もらってやってんだ、うん、テロップを流しちゃってるわけで、そのテロップを作ったのは確かに NHK の関西だとは思う、うん、思うけれども、その部分を川瀬とかこの角田っていう人たちが全くノーチェックで見過ごすなんてことはありえない。ないでしょ、絶対ない、絶対ないよこれは、うん、もしいや、NHK が見せてくれなかったんで、ノーチェックだったんです、なんて言ったら、それこそまさに問題になるしね。うん、なんでかっていうと、ここってすごく大きな要素だったんですよ、うん。今までどこのニュースにもどういうニュースで流れたことなかった、うん。オリンピックのデモに参加したらお金がもらえるんだよって話は、全く出たことがない、うん。それを NHK が報道するからには、まあこれ相当、まあスクープに相当するものだったんです。それはやっぱり念には念を入れてチェックをするよ、普通に、うんうん。で、それをそのまま OK にした、ね。だから、まず一つ目は、このよくわかんない顔にモザイクかかったデブを誰が連れてきたのか。うん、で、二つ目は、このテロップは一体誰が書いているのか。うんうん、で、三つ目は、それを、川瀬角田は本当に一回も見てない、うん。出来上がった映像。今のところ彼らは見てないっていう形になって、うん、でもそれはプロの仕事としてありえない、うん、普通はね。で、NHK だからといってそれを見せないってことはない、うん、ない。もし見せなかったとしても、その、なんていうの、番組の流れの部分は絶対説明する。うん、男性が出てきてこういうセリフ喋って、うん、テロップこういう風に入れてありますっていうさ、うん、その台本みたいなものは絶対チェックくるから、うんうん、それ 100% 間違いない。それ俺も NHK にインタビューとかされた時にね、うん、それで NHK の人が番組になったんでここはこういう風に流しますってちゃんと書いて送ってきてたもん、うんうん、なるほど、うん、確かにさ放映前の映像をさ例えば俺なんかにさ、うん、なんていうの、送って見せるって大変じゃない、うんうんうん、だけどこれはさ、この川瀬にさなんか365日ぺったり張り付いて一緒に映像作ってくっていう、うん、
作りだったわけよ、うんうんうん、だから昨日まで一緒にずっと一緒に同行取材してたのに、それで撮った映像はカースさんには一切見せません。そんなことありえる、ありえん、ありえないでしょ、うん、そんな。だから全部見てるはずなの、うん、見ているはずなのに、はずで彼らは OK してるはずなの、うん、絶対あこれでいいです。だからその彼らが OK しちゃうようなそのテロップをやっぱり一体誰が作って、うんね、でこの後がまた NHK 側はさ、その後のことばっかり言ってる、うん、いやちょっとね、なんか間違ったテロップ入っちゃって、チェックできなかったんです、うん、すまへん。 NHK が謝罪してるのはそこだけなの、うん、でそれはミスだって言ってる、ミス。でそれは何のミスかっていうと、 NHK では2014年にクローズアップ現代で出家詐欺を取り上げた特集で過剰演出が問題化してる、うん、で、その、匿名チェックシートっていうのを作ったんだって。その番組に匿名の人が出てきて証言している場合に、その証言が本当に裏が取れてるかどうかっていうチェックをするって、ちょっと匿名チェックシートっていうのを導入してた、うんうん、でも今回はそれを使わなかった、うん、やんなかった、うん。で、それは何でかっていうと、映画制作の密着取材の番組だったので、うん、いわゆるその、なんとか詐欺事件とか、うん、なんかそういう、ほら、政治の裏側とかなんとかとは違うっていうふうに、勝手に、この番組ディレクターが判断した。うん、と説明している。だけど、それもおかしいよね。うん、だって、ノンフィクションの、うん、要するに真実を伝えているリポルタージュには変わりない、うんうん、でそこにだって顔にモザイクをかけた人が出てきて証言してるんだ、うん、それは当然匿名チェックシートの対象になる、うんうんうん、だけどそれを、やらなかった、うん、だけどもちろんほら半パケになった番組をね、うんうんうん、放送前に NHK の局内で当然何人かで見てるわ、うん、でもそれも全てスルーで通っていってる、うん、やっぱちょっとありえない、何なんですかねこれ。逆に言うとね、逆に言うとそれはスルーしたんじゃなくて、そういう意図を持っているからスルーした、うん、だからこれはやっぱりカーセとかを応援する番組なんだ、うん、だから反対するやつらね、もうレッテル貼ってぶん殴ってやりゃいいんだみたいなさ、うん、そういう意図がないとこの番組にこういう作りにならない、ならんねえ、ならない、うん、これかなり大きな問題なわけよ、うんうんうん、で、NHK はそうやって、今言ったけど、うん、そのあやテロップはミスったんですって、うん、チェック甘かったっすって、うん、しか言ってないんだけど、うん、これやっぱりね、多くの人が結構深刻な話だって言っててね、うん、放送倫理番組向上機構 BPO ね、うん、この間から言ってるじゃん、うんうん、BPO これもう絶対 BPO 案件になるって言ってたら、やっぱり、BPO の人たちが元 BPO の元委員で法政大の、藤田教授、うん、メディア論は不老源の事例と酷似している、うん、そっくりじゃねえかこれ、うん、で取材対象の発言の裏付け取材をしていなかったのであれば重大な放送倫理違反があったことになる、うん、裏付け取材をせずにそのまま報道することはあってはならない、うん、っていうね、かなり厳しい、うん、意見って。あともう一人同じく元 BPO 委員で立教大の服部名誉教授、うん、メディア法は、うん、取材で確認できていない内容を字幕にしたという点で今回は事実上の捏造に当たると考えられる、捏造してるって言われてるんです、捏造だと言われてるわけですね、うん、なぜスルーしてしまったのかが大きな問題、 NHK は問題を矮小化せずに徹底的に自己検証できたっていうね、だからこれかなり周りはね相当いろんな人がこれは絶対大問題だってやっぱり言ってるわけよ、うん、まあ、これね俺たちずっと1週間ぐらい前からさ、これ大問題だ、おかしいおかしいって言い続けてるよ、うんうん、まあこれはもう大問題、うん、本当に
だからこのまま NHK が、何も説明しないで、うん、いやテロップチェックミスなんですって言っただけではちょっと収まりがつかん、収まりつかんだろう、うん、まあ BPO でも当然取り上げられました、うんうん、ただそれをやる前に NHK がこの徹底的にさ、うん、あの検証番組とか作んないとやばいってって、うん、本当にだまずこのデブは一体誰が連れてきたんだよっていう、うん、その疑問に答えろよっていう、うん、このデモのおっさんは何なんすかね結局これ CG か、うんだってこのさ白い服 T シャツのさおっちゃんがさ川瀬直美さん知らんっつってるわけでしょ、うん、でこの黒い服着てる人が、川瀬直美さんの助監督ですよ、そうなんだけども知らんっつってるわけですよ、うん、ってことはこの助監督も T シャツ白い T シャツのおっさんも NHK のやらせだってことですよ、そうそう、ありえる、ありえないよ、うん、一番考えられるのは、うん、この助監がこのデブ連れてきて、ああまあそうだろうね、あでこれからねちょっとインタビュー取ろうと思うんだって、うん、それ NHK が後ろに取って、うんうんうん、でなんかデブはなんか、ね、金もらってるんだよねって言ったんで、うん、それその通りにテロップつけたって、うん、ただそれだけの話で、だけど、でも、もう一回、改めて聞いてみたら、うん、ゴリムの、ゴリムの電話って言ったかな、何の電話に行ったのかも覚えてない、俺、認知症なんだよね、みたいな、うん、そういうやつじゃん。で、デモ行ったら金もらえるっていうか、デモをさ、本当になんかもう、あれ、貶めてるよね。うん、でもってみんなが金もらってやってるみたいなさ、ざっけんなっていう話なんだけどさ、すげえ罪が重いよね。まあすごいレッテル貼りがねひどいわけですよこれ、うん、うん。まあね、だからこれでね、やっぱりそのほらオリンピック予算映画を作る人間が、うん、オリンピック万歳番組、このだって NHK のこの番組だって基本的にはさ、うん、ファーストを追いかけてればさ、うん、オリンピック万歳になるわけじゃん、うんうんうん、ね、なんと、で川瀬直美さんはこれをなんか、あ私被害者ですって言ってるだけでしょ、うん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 、私が意図したものではないものが流れて悲しいみたいなって言ってて、うん、お前さって、うん、で、この問題がね、割といろんな識者、いろんな人たちがみんなこれはまずいってまずいって言ってるのに、なぜか新聞とか、テレビなんかで報道されるときは、なんか不確かな字幕とかさ、うん、NHK 字幕問題、まあ朝日だって、制作側に甘さとか出てるっていう。デマだっつーの、これ。っていうタイトルになってるわけよ。うん、なんかこれがねまたねおかしい、なんかあれか、新聞とか他の局もなんかバレてってブーメランが飛んでくるのが怖いから、でなんかこういう当たり障りのない NHK が言っている言葉を使ってタイトルにしてる、うん、だけどさっきも言ったけど、この立教大学のさ名誉教授が言ってる、いやーちょっと工事いつ続くんかなと思ってブーって音が入るんですけどちょっとすいませんで、ね、今日はどうしてもかかるみたいで今日だけ許してっていうことで、うん、はあ、まあそれでさ、その日経のね、はい、教授もさ事実上の捏造に当たるっていうかなり厳しい見方をしてるのと、うんうん、まあ、あと毎日新聞の、ね、うん、記事の方にはやっぱりこの、今度は影山正彦、うん、同志社女子大教授、メディアエンターテインメント、は、やっぱり、またすごく厳しい言い方してる、うん。
事実関係の取材が不十分なまま、うん、なぜ字幕を表示したのか全く理解できない、うんうんうん、理解できない、うん、ああそうだ、まあそれはさ、だから逆、さっきも言った通り、逆から見れば明確な意図があるから入れてるわ、うん、明確な意図がある、うん、だけど、事実関係ではないものを明確な意図を持って載っけてんだから、それはもう捏造に決まってんだ、うん、まあ捏造ではないって NHK は言っている、うん、NHK はこの引き続き影山さんの発言だ、 NHK はドキュメンタリーで確かな内容を放送する時点でそれは捏造にも匹敵すると自戒自制しなくてはならないっていうね、うん、うん、で、ドキュメンタリーの取材で撮影や録音ができなかった場合、うん、字幕で情報を補足することはよくある手法だ、ただしそれは十二分に取材を尽くすことで許されるのであって、うん、NHK はメディアとして絶対にしてはならないことをやってしまったって、うん、かなり激烈に批判している、うん、こういう批判ももちろん NHK の局長連中とかに読んでいるはずなのに、うん、なのにっていうのはね、この影山さんの記事はこれはいつ7月13日、はいだよね、うん、だからまあこの大阪の局長の話の後にはまあ出てるんだけど、うんうん、かなりさっきから紹介してるようにかなり厳しい、相当厳しい批判にさらされているんだけど、どうも NHK の動きは鈍いっていう、ね、いやミスなんです、うん、誰が書いたのかよく分かんないです、うんうん、テックもなんでそれ見つけてしまったのか分かんないです、じゃあ何も分かってねえんじゃねえかっていうね、うんうん、そういう今状況にある、うん、だからこれ NHK 大阪放送局が釈明する通り番組の制作担当者の思い込みだったとしても局の説明はあまりに不十分で情けない対応である、うん、今回の問題で視聴者に NHK の番組作りのレベルをその程度かと思わせてしまった、NHK だけでなくテレビ業界全体に対する信用を落とす行為ってな、うん、まあね、別に、ね、民放の言うことなのか最初から信じてないからもいいけど、NHK の番組でこれが起きるようになっているんですよ、これは本当にマジ何も信用できなくなるんだ、うん、話になる、これすごくやっぱり番組向上、放送倫理番組向上機構 BPO の放送倫理検証委員会などの第三者機関で徹底的に原因を調査し再発防止策を講じるべきだ、うん、ってだからもう BPO によるものなのか NHK が自分で第三者委員会を置いてチェックするのか、それ以外にもこれ解決する道がないぐらいに結構徹底的に批判されてるよ、うんうん、まあ、まあだから川瀬の映画にもずっとこの問題はついて回る。回るでしょうね。まあ大変いいことだと思うけどさ。うん。うん、どうせね、彼女はさ、オリンピックに反対する勢力イコールデモをするフラッチな奴らっていう、うん、そういう視点で書こうとしてた、うんうん、だからまあそういう視点を外さざるを得なくなるじゃねえかって普通には考える、うん、いやでもやるんじゃない、まあ、肝っ玉太いからさあやるかもしれないっていうね、うん、まあでもまあこれでだいぶ、うん、まだ全然公開もされてないが、みんな本当にこの映画が公開されたらさ、もうじーっと眉に唾つけてずーっと見るっていう感じになるよね。どっかにフェイクが隠れてねえかってさ、まあ、そういうことにはなっちゃう。なっちゃうねこれは。うん。ああ。まあこれはもう NHK がちゃんと解明しない限りはさ、収まりがつかないと思うね。うんうん、思います。まあでもこれずっとこういうの続けてきたのかって思っちゃうよね、ちゃんと収まりつけないと。
そうそう。うん。そういうこと。ずーっとお前らこういうことやってたんですかって思われちゃうよ、これ。うん。うん。そうなの。でもね、うん、ね、ほら、昨日、おとといぐらいにほら、紹介したじゃん。うん、女性のほら、コーディネーターになってました。八木さんね。うん、NHK の仕事もしたことあったけど、うんうん、もう徹底的に裏取りやるのよ、うんうん、普通は。ちゃんとやってんのよって、うんうんうん、書いてあったよね。うんうん、どんなことだって。じゃなかったら、例えば、うん、あの海外のどっか行って、そのルポ取ってる時にね、うん、反政府側の人が出てきて、うん、いや政府側はもうあの反政府の人間片っ端からと捕まえてぶっ殺してるとかって、うんうんうん、いうふうな発言した時に、うん、それが本当なのか嘘なのか、ちゃんと裏取りしないと、この反政府側の、いわゆるプロパガンダ番組になっちゃう。でそういうところはもう何重にもチェックするんだ、うん、チェックするのは別に簡単なんだって言ってたもんね、うんうん、だけどその簡単な作業さえやってないのか、うん、やってないんじゃなくて意図的にこういう番組にしたいっていうことじゃないのか。まあそう見えちゃうわな。あ、俺はそっちだと思う、うん、うん、その川瀬さんにくっついて、もう何ヶ月間も彼女にくっついて、うん、オリンピック抑散思想のもとに作られてる番組と一緒にこうほらその番組をずっと撮ってた、うん、だからずーっとさ一緒に行動してる、うん、で彼女の話を聞いたりとかしててさ、そしたらもうね、あ、まあそうよなって、まあこういう番組あってもいいと、うん、こういう映画があってもいいと、まあ、確かにすごいみんなね、選手はみんな一生懸命やってる。うん。うん。関係者は一生懸命やってるじゃないか。うん、なんでこれを腐するような奴らはさ、反社じゃねえかっていうさ。やっぱ安倍晋三と一緒ですね。五輪に反対する人は反日だーみたいな。反日的な人が五輪を反対しているみたいな。そうそうそう。うん。多分そこに入ってっちゃったんじゃない、うんうんうん。うん。で、もう、これは、俺たちは川瀬を応援しなきゃいけないんだ、うんうん。いつの間にかそういう気分になってって。で、もう、何か決定的な、その、ハンゴリンの人々に対して、何か決定的なダメージを与える方策はないか。うんうん、で、考えてたら、このデブがちょうどいるんで、こいつに、あの、金もらったっていう話にしちゃおうか。うん、っていう話だと思うな、俺、これは。うん。やれやれ。そういう流れの話だと私は見ました。うん。うん、それを NHK がきちんと自分で自己検証として言うことができるかどうか。うん。にね。やっぱりこれからかかってくる。このさ、この、ツイッターのさ、この送ったけどこれ。うん。川瀬直美さんの、こうちゃんっていう人に対して。うん。自分に都合が悪いとすぐ BPO のだの放送倫理違反だのと言ってくる誹謗中傷に負けずにこれからも頑張ってね、川瀬さん。そう。たら、はい。キラキラキラ、星マーク。うん。まあ、そしたらなんかもう、この、もうリブが凄まじいことになる、うん。これはまあ、うん。これ何なんですかね、このこうちゃんって。これはただの。大学生19歳、バスケ B リーグ、最近マスコミ特定野党に疑問を抱いています。いろんな方の意見が聞きたい。極右極左は苦手です。まあ、怪しいよね、これね。うん、なんか怪しい感じのあれだよね、うん、でさ、和田政宗、いつも話題になるバカ、うん、和田政宗のあれもツイートも話題になってるよね、うん、この話が出てきた時に五輪反対デモに参加している男性が実はお金をもらって動員されていると打ち明けたと放送、事実なら民意を言う深めようとする工作が
何者かによって行われていたという、ようようなことが明らかになろうとしているって言って、うんうん、こいつ、すぐリツイートしたのよ。うん、これ誰ですか、和田政宗って。え、こいつほら、参議院議員か。参議院議員。あ、で、本当、いろんなところで調子パズレの話でよく出てくるやつ。うん、自民党でしょ？なるほどね。で、この問題がドカーンとなったら、うん、私は、その、もし事実ならばというふうにツイートしたが、うん、なんて言ってね、もう、あっという間にケツまくって逃げようとして。またいろいろ言われてんだけどさ。うん、なんかさ、ほんと、前も言ったけど、アンゴリンの会とかさ、そういう、五輪に反対してた団体なんて、ほんとちっちゃな団体ばっかりなんだから、うん、団体って呼べるようなもの、レベルでもないぐらいの小さな人たち、うんうんうん、小さな集団なのよ。うん、だから、デモって言ったってさ、ほんと、100人とか、100人に満たないレベルだったりもしたわけよ。うん、で金なんか払う余裕なんかもうどこにもないわけだよね。そういう人たち、でもさ、そういう人たちがさ、寒い時にさ、五輪の委員会の、JOC の前に集まってさ、デモしたりとかしてたわけ。うん、でそれが海外に報道されたりしたわけ。そういう人たち、血を腐して、いや、そういう人たちにレッテルを貼ってさ、で、その人たちにはとにかく固くなに謝罪しない、うん。だって、この番組の中で、レッテルを貼ったんだからさ、うん、その、間違った印象操作をしてしまって申し訳ございませんって、普通なら NHK はその人たちに謝るべき。うん、だけど、謝ってない。全く謝らない。うん、で、もちろん、川瀬も謝る。うん、角田も謝る。前言っちまえばさ、うん、こいつらこんな汚いことしたんですよっつって、その人たちに向かってゴミ投げつけたわけだ。ペーって。ペーっつって。ゴミ、うわーってこう投げつけて、うわーって降ってきたのに、そのゴミを片付けもしなければ謝罪もしない。うん、まあ簡単に言っちゃえば。うん。もうすごくねえか、本当に。この N。と、まあ、現段階ではさ、河瀬は私は知らんかったって言ってるから、現段階ではまあ、ちょっと外れるかもしれないけど、とにかくね、NHK がやり方が来る、うんうん。NHK が。だテクニカルでは、そのさ、あれを見逃したとかさ、うん、なんとかっていうのは、それは NHK の局内の問題であって、うん、謝罪をしないっていうのはさ、うん、やっぱちょっと異常だよ。と俺は思う。うん、まあ、これはこのままじゃすまねえよ。これ、いやー、すまんでしょう。うん、やっぱり検証番組とか必要でしょ、うん、ちょっと俺も入れてほしいな、検証番組に、うん、まずこのデブは一体どっから出てきたんですかねって、うん、番組で言っちゃうぞ、うん、誰が連れてきたんですか、うん、ちょっとそういうのにちょっとな、検証するなら俺も呼んでくれよ。ねえ、入れてほしいよね。ね。うん。絶対呼ばれないけど。絶対呼ばれません。間違いない。そうなの。はぁ。はぁ。っていうか、お金もらえたらよかったね。うちら。ああ。ねえ。これも来ないよ、こんなの。5人反対でもしたら金もらえるんだったら、うちらなんか一番金もらえる側ですよ。ちゃう、ね、でも、ねえ、つまんない。本当な、こいつら、すごいよな。でもほら、デモに参加して金もらったことがあるとは言っちゃってるから、うん、何のデモだか知らねえ。うん、デモっていうものの、なんかこう、あれを歪めてるよね。うん。デモってお金もらってやるもんなんだ、みたいなさ。これ、デモ何なんですかって聞いたら、
え、うん、あの、岸田首相の応援演説とかって面白いんだけど。そうそう。安倍首相の選挙演説とかさ、うん。だったら面白い、まあうん。そういうふうに番組の中で言えばさ、あ、なんかこの番組、なんだ、微妙になんかバランス取ってるのかみたいな、うん、なったんだけど、もちろんそうは言ってません。うんなあなあ、これなあ。故意に架空の内容を作り上げた事実はない。うん。として、捏造ややらせには当たらない。って言っている。そんなバカな。これは故意でなければ、ただのチェックミスでは、うんとても起きない話だ。起きない。最初にも言ったけど、ね。うちらが、習近平、ついに北京オリンピック中止へ、もう確定で、自国内に戦術核発射確定って言って、あ、ミスでした。ごめんなさい。って、飛んだわけねえだろ。ちょっと遊びで撮ってた画像が残っちゃってて。遊び撮ったね、画像残ってて、アップしちゃったんです。いや、それは YouTube だったらまだいいよ。間違ってアップしちゃいました、ごめんなさいって。NHK はないだろう、それは。NHK はない。それはないでしょう。ああ、ないでしょう、それはね。時々ほら、なんかさ、間違ったさ。テロップが流れちゃいました。すいませんってあるじゃん。うん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 、どっかでほら地震が起きたとか。そういうの。だけどさ、これは本当にひどい。本当に。五輪に反対していた人々を完全になんかバカにしてるよね。なんかずっとこういうことやってたんじゃねえの？やってたんだろう。ね、そう思われちゃってね。そう思われちゃう。そう思われちゃう。まあ、この連中はさ、そのデモをね、すごい遠回しに、そのデモの人たちの様子をずっと撮ってる。うん。だけど、一言もその人たちの意見なんか聞かないわけ。うん。うん、それでただ、こう、遠くから撮ってる。うん。で、自分の映像に使う。でもなぜ反対なのかっていうことは全然インタビューもしないっていうね、うんうん、いいご身分だぜ、まったく。まあ、ちょっと落ちんダメよ。いいご身分ですなーっていうね。本当だよ。いやー、これ本当、検証委員会で BPO に検証させるのか、その前に NHK が自分で何とかするのかっていうね。うんまあ本来であれば自分で何とかすべきなんだが、うん、そんなことが NHK に今の NHK のこの低たらくでできるのか、うん。NHK なくていいよ、もう。こんなのだったら。やだな、NHK な。普通のドキュメンタリーなんかだと、いい番組もいっぱいあるからな。ねえ、おっちゃん。いや、もうなくていいよ、NHK。うん。その代わりに、フリージャーナリストに NHK 分全部寄付して、もう毎年。もう国民はフリージャーナリストに対して無条件に寄付すべき。もう月2000円ぐらい。NHK の受信料分ぐらい払う。もう。ね、それでもう無限に番組できるから、それを好きなものを見る。自分の頭で考える。それでええんちゃう？ああ、まあ本当ちょっと NHK やばい、かなり由来だよ。そういう意識が NHK のこのお偉方の中にないのもちょっと問題が問題だ。まあ NHK の組織全体にこういうのがあるんでしょう。そうとしか思えん、俺には。まあでも、お金もらえるんだったら、それ教えてほしかったな。本当にそうだったら。私が一番、え、
デモしたらお金もらうとこあんの、俺そこ営業しに行くけどって。太田だけど、ねえのかよ、デマかよ、やっぱり。いや、ね、あるわけねえけどさ。あるわけね。いや、もしそういう組織があるんだったら、一番いい投資先は本間さんですよ。ね、ちゃう？そうよ。うん。もちろんそんなもん何もないよ。うん。デモに出ませんかって言われたことすらない。うん。そもそも。で、どちらかというとさ、オリンピック反対は正義のための活動なので、本間さん、ただ働きしてくださいっていう欲求の方が多かったんじゃないですか。うん。なんていうの？だからほら、講演。うん。五輪反対の講演お願いします。うん、交通費込み1万円で。っていう話は2件。もう、無理だから死んじゃうから。しかもコロナのリスクを背負ってね。そうそう。2件あって。そのためにはパワポを何時間分ぐらい用意しなきゃダメなんですか？ 1 時間分。ね、それ作るのにどれだけかかるんですか？これはやっぱ3、4時間かかる。いや、これだけで、交通費、往復2時間かかるとしたら、3で、6時間から7時間。うん。ね。で、質疑応答はゼロですか？質疑応答は一応、俺のあれとしては、ほら、ある限りは受ける。ってことは、8時間から9時間かかる。それを、1万円でよろしく、うん、コロナにかかったら、ごめんね。そういうこと。そんな、ばっかな。それが現実ですよ。でも参加しただけで金がもらえるってありえねえだろう。だからありえないのよ。そんだけお金ないんだから。うん、絶対ない。100%。でもそこ天下の NHK がさ、やっちまってさ。うん、あれはね、ただのミスです。うん、なんか字間違えたんです、字。日本語書けねえやつが書いたんです、みたいな。日本語読めたやつも聞こえないやつがやったんです。よくわかんないっす。ごめんなさい。って。そんなわけねえだろう。いくらなんでも。明確な意図があったのよ。それは反対、五人に反対するような奴らにはね、天誅を加えてやろうっていう明確な意図があったのよ。あったんだよ。安倍晋三になんかまだ忖度してんのか？五人反対は反日主義みたいな。まだあるかもね。あるかもな、本当に。ねえ、ね。ひどい話ですよ。本当、これは本当にひどい話。でも、これ、なんとかしなかったら、もう NHK の番組一生信用できない。そうだね。うん、そういうことです。で、ついては、オリンピックの映画も見る価値なしということです。うん。いいんですか、それで。うん、ないわ。もっともっと。そんなんでいいわけないだろ。まあ、そんなわけで、ブー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 うるさいコーチの中、本間さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。もう皆さんも聞いていただきありがとうございました。ほんと。ね。ぜひ、東京五輪の滞在をですね、買ってね、お金もらってやってないんで、皆様からのカンパが助けですよ。ぜひ、カンパ、よろしくね、っていうことと、東京五輪のね、滞在、一月満冊特別バージョン1万1000円で販売中、今月中に値上げ予定ということで、値上げの前にお早めに買ってね、買い方はこの下に書いてあります。それでは、お願いします。今日も読書っていうのと、最後にね、最後、数十秒、うん。音声を流します。うん。私が、音声を、処理しなかったらどれだけやかましい状況でやっていたのか、ぜひ皆さん共有してほしいので、ちょっと見ておいてください。じゃあねー。どうもーん。そういう人たちを腐して、そういう人たちにレッテルを貼ってさ、で、その人たちにはとにかく堅くないに謝罪しない、うん。だってこの番組の中で、レッテルを貼ったんだからさ。うん、その、まあ、違った印象。